今日午前、熊本市東区の洋菓子店に軽自動車が突っ込みました。店内には複数の客がいて、車には0歳の女の子も乗っていましたが、けが人はいませんでした。今現場では事故車両の劣化作業が進められています。車の左前方部分はへこみ、店の壁の色がついたような跡も確認できます。今日午前10時50分ごろ、熊本市東区のシャトレーゼ熊本西丸店に軽自動車が突っ込みました。店内には従業員や客など合わせて5人がいましたが、怪我はありませんでした。また軽自動車を運転していた女性と同乗していた0歳の女の子も怪我はないということです。警察によりますと、女性は足が滑ってブレーキとアクセルを踏み違えたと話しているということで、警察が当時の状況を調べています。